ポーチャー事務所の中に到着しました。盛大な拍手をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは皆さん着席していただければと思います。朝日健太郎、NHK の方では当学この8時ちょうどに当学になりました。今一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは会を進める先立ちまして、改めて皆さんと安倍総理の逝去に伴って黙祷を捧げたいと思いますので、ご起立のほどお願いいたします。私候補黙祷です。それでは黙祷。お乗りください。ありがとうございました。それでは皆さん着席してください。それでは皆様、お待たせいたしました。候補者朝日健太郎2期目の当選当確をいただきましたので、改めて皆様にご挨拶をさせていただきます。大きな拍手をよろしくお願い申し上げます。皆様、今回の選挙戦大変大きなお力をいただきまして、当選をさせていただきました。本当にありがとうございました。東京選挙区という大変激戦と言われる中で、不安が先行した選挙戦でした。ただ明らかに6年前と違ったのは、自民党の同志の皆様、諸先輩方をはじめ多くの皆様のお支えで、自民党ここにあり、こうした選挙戦を展開することができたのが大きな勝因だと思っています。一方で、国会へ押し上げていただきました2期目ということで、この責任の重さを痛感をしております。このタイミングから、この国のため、そして未来のためにしっかりとこの職責を果たしていく、その覚悟であります。国内外に山積するこの課題、我々自民党がしっかりと乗り越え、国民の皆さんに希望を持っていただける、そのような国づくり、それに伴う人づくり、これに邁進をしていきたいと思います。私は選挙戦で繰り返していたのは、私一人でできることではない、自民党の皆さんと、そして国民の皆さんにもしっかりとお支えをいただいて、みんなでこの国を前に進めていく、そのような思いで次の任期を全うしたいと思います。選挙戦終盤に安倍元総理、大変悲しい事件です。こうした思いを胸に、しっかりとこの国を守り、未来を作る仕事、これに邁進をしていきます。18日間、いやそれより前に多くの皆様からお支えをいただきました。終わってみれば、これも皆様のおかげで走り切ることができたと改めて感じております。最後に、すべての皆様に心より感謝を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。引き続きご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。ありがとうございました。